ランビール・カプールは、インドのボリウッドで活動する俳優。インドで、最も出演量が高額な俳優の一人であり、これまで、フィルムフェア賞を含む多くの映画賞を受賞している。また、フォーブス・インディアのインディア・セレブリティ100に、たびたび選出されており、インドを代表するセレブリティの一人でもある。ベシャームプロモーション中のランビール親子。 ランディール・カプールの誕生日を祝うカプールや1982年9月28日に、リシカプールとニー・トゥー、真の息子として、ボンベイに生まれる。ランディールの聖家家、プール家は、ボリウッドの名家であり、俳優のプリトビ・ラージ・カプールは曽祖,祖父、俳優、監督のラージ・カプールは祖父にあたる。アネリ・ゲディマは、インテリアデザイナー、ファッションデザイナーであり、いとこのカリシュマ・カプールと、 カリーナ・カプールは女優として活動している。ランビールはマーヒムのボンベイ・スコティッシュ・スクールで教育を受けたが、彼は勉学に関心を持たなかったため、学業成績は低評価だった。その反面、スポーツ分野で顕著な成績を残したという。彼は幼少期に受けた両親からの影響について、往々にして、二人の喧嘩は本当にひどいものでした。私は、 朝の5時か6時まで頭を両膝の間に挟み階段に座り込んで喧嘩が終わるのを待っていましたと語りその上でこの経験により感情の貯蔵庫を体の内部に作ることになり映画に興味を抱くことを強いられる結果になったと語っている幼少期は母にイトゥーと親密だったがその一方で父リシとは嫌悪な関係だった成長後ランビールは父 リシが監督した、AA ア・ブラウトチャレンでジ監督を務め、これ以降カップウルフ氏は良好な関係を構築した。その後は、HR カレッジオブコマースエコノミクスで教育を受け、ニューヨークに留学して、スクール・オブ・ビジュアル・アーツで映画制作を学び、ディーストラスバーグ演劇映画学校ではメソッド演技法を学んだ。映画学校在籍中には、 パッション2ラブとインディア1964という2本の短編映画を制作し、監督、主演を務めた。ランビールが後年、無駄な経験だったと語っているニューヨークでの孤独な滞在経験は、ボリウッドでのキャリアを追い求めるためのきっかけを彼に与えた。ムンバイに帰郷後、ランビールは2005年公開のブラックでサンジャイ・リーラー・バンサーリーの助監督を務めた。 彼はこの時の体験について、午前7時から午後4時まで床を掃除したり照明を修理するなど、あらゆることをやらされ、ひどい目に遭いましたが、毎日多くのことを学びましたと語っている。彼は後年、ブラックの制作に参加した理由について、バンサーリーから俳優の仕事をもらうために参加したと語っている。サーワリアのイベントに出席するサルマンカーン、ソーナム、カプール、 ランビールカプール、ラーニー・ムカルジー、アジョブ・プレムッキ・ゴザブ・カハニのイベントに出席する、ランビールカプール、カトリーナ・カイ・フジー・キューメン、オブ・ザ・イヤー受賞式に出席する、ランビールカプール、プリアンカ・チョープラー、ブラック公開後、バンサーリーは2007年公開の、サーワリアで、ランビールを主役に起用した。同作で、俳優デビューした、ランビールは REDIFF.com の、 インタビューで自分が演じた役は祖父プリトビラージエの賛辞として描かれたと語っている。同作はハリウッドの制作会社が制作した最初のインド映画であり公開前から大きな期待を寄せられたが BBC のジャスプリート・パンドーハルは大規模な失敗作と酷評している。ラジーブ・マサンドも映画の内容をわざとらしいフェイクと酷評したがランビールについては 発掘することが稀なスターの素質を持っていると高い評価を与えている。サー・バリアの興行成績は振るわなかったものの、ランビールは演技を高く評価されフィルムフェア賞、最優秀新人男優賞を受賞した。2008年に知ったアルト・アナンドのポッチな愛セ生ので主役に起用された。同作は、ランビールの最初の商業的成功作であり、ビパシャバスー。 ミニーシャー・ラムバーと共演した。ランビールの演技について、ニューヨーク・タイムズのレイチェル・サルツは、彼の、子犬のような愛らしさは、ボリウッドの主演男優を演じる際に役立つだろうと、批評している。2009年は3本の映画に出演した。9月は、アーヤン・ムカルジーの、ウェイクアップシドに出演し、コンコナ・センシャルマ演じるジャーナリストとの出会いを経て、 人生が一変するティーンエイジャーを演じた。映画のタイトルは、ランビールが考案したものが採用されている。同作は、スリーパーヒットを記録し、批評家からも絶賛された。ランビールの演技について、ボリウッドハンガマのタラン・アダルシュは、今日の業界における、最高の演技と批評している。11月に出演したラージクマール3投資のアジョブ・プレムキ・ゴザブ・カハニでは、 カトリーナ・カイフと共演し、同作は2009年のボリウッド映画工業成績第4位となった。批評家ガウラブ・マラには、ランビールのコメディの才能を高く評価したが、彼の興奮しすぎたハスキー・バリトーンは問題があると批評している。12月は、シミット・アミンのロケットシン、セールスマン・オブ・ザ・イヤーに出演した。マヤンク・クシェカルは、ランビールの演技を絶賛したが、 同作は、工業的には失敗している。ランビールは、ロケットシン、セールスマン・オブ・ザ・イヤーの工業的な失敗に対し、大きく失望したと語っている。第55回フィルムフェア賞では出演作3本、すべてで批評家選出最優秀主演団優勝を受賞し、ウェークアップ指導、アジョブ・プレムキ・ゴザブ・カハニでは、最優秀主演団優勝にノミネートされた。 2010年にプラカーシュジャーのラジャニーティに出演した。同作はマハーバーラタとゴッドファーザーにインスピレーションを得て制作された政治映画であり、ナーナーパテイカル、アジャイデーブガン、アルジュンラームパール、マノージュワージパーイ、カトリーナカイフ、サラトンプソンが主要キャストを務めた。ランビールは父が暗殺されたため、不本意ながら政治家になることになった。 名門政治一家のバッシュサマール・プラタープを演じた。彼にとってサマール・プラタープは初めて演じた複雑な役柄であり、それまで演じてきた恋する青年から脱却する契機となった。ザ・タイムズ・オブ・インディアのニカート・カーズ・ミーはこの映画はミニマリズムの芸術を完成させたランビール・カプールのものです。彼は文字通りあなたの目の前で成長し、 この噴火する火山は止めることができませんと批評している。一方、ロサンゼルスタイムズのロバート・アベールは、ランビールの演技を酷評している。当初、ラジャニーティは、制作費6億ルピーの回収すら危ぶまれていたが、興行収入14億3000万ルピーを記録する、ヒット作となった。ランビールは、同作で、フィルムフェア賞最優秀主演団優勝に、ノミネートされた。 同年には、アンジャーナ・アンジャーニでプリアンカー・チョープラーと共演したが、興業成績は振るわず批評家からの評価も芳しく、なかった。ラジーブ・マサンドは、彼は明確な設定のない役柄と戦っていた。ニューデリー・テレビジョンのアヌパマ・チョープラーは、ランビールは映画を救おうと何度もシャツを脱いだが、その愛らしい凶覚でさえ、映画を救うことはできませんでしたと批評している。バルフィ。 人生に歌えばプロモーション中のイリアナ・デ・クルーズ、プリアンカー・チョー・プラー、ランビール・カプール、若さは、向こうをずプロモーション中のディー・ピカー・パード・コーン、ランビール・カプール2011年7月に、チラーパーティーで、アイテムナンバーを務め、同年11月には、イム・ティアズ・アリの、ロックスターでは、ロックスターの冗談役を演じた。ランビールは、役作りのためにプリータム・プルのジャート族と生活を、 共にして、彼らの生活様式を学び、さらに AR、AR ラフマーンの音楽スタジオでギターを学んでいる。また、映画のプロモーションのために、ムンバイのライブコンサートに参加した。批評家からの映画の評価は、賛否両論だったが、ランビールの評価は、絶賛が大半だった。デイリーニュースアナライシスのアニル・ターグ・ハーは、 ランビールの描写を主演俳優によるボリウッド映画の完成された最高の演技の一つと絶賛している。ランビールは第57回フィルムフェア賞で批評家選出、最優秀主演団優賞を受賞し、この他にスタースクリーンアワード、最優秀主演団優賞、国際インド映画アカデミー賞、最優秀主演団優賞を受賞している。また、ロックスターは、 工業収入10億7000万ルピーを記録するヒット作となった。2012年に出演したバルフィ。人生に歌えばはランビールにとって国内工業収入が10ルピーを超えた最初の主演映画となった。同作はアヌラーグバスが監督を務め、ランビールは聴覚障害者の青年バルフィを演じている。彼は役作りのためにロベルト・ベニーに チャールズ・チャップリン、祖父・プリト・ビラージの出演作を鑑賞して演技法を学んだ。同作は主演俳優3人の演技が高い評価を受けた。バラエティ誌のローニー・シャイブは、ランビールがチャップリンの調子と影響をうまく表現した点を評価し、rediff.com のラジャセンは、彼は完璧にチャップリンの役柄を委託しており、 あらゆる場面で彼の役に心を与えていると批評している。バルフィ、人生に歌えばは第85回アカデミー賞のアカデミー、外国語映画賞インド代表作品に選出され、マラケシュ国際映画祭と不山国際映画祭で上映された。ランビールは同作でフィルムフェア賞、スタースクリーンアワード、国際インド映画アカデミー賞の 最優秀主演男優賞を受賞している。2013年5月には、若さは、向こう水でディーピカーパードコーン、カルキ・ケクラン、アディティア・ロイカ・プールと共演した。ランビールは彼自身を投影したキャラクターである、カビール役を演じている。ランビールとディーピカーは、発曲後初めての共演だったため、メディアの注目を集めた。 同作は29億5000万ルピーの興行収入を記録するヒット作となり、ランビールはフィルムフェア賞最優秀主演団優勝にノミネートされた。多くの批評家は映画が決まり文句だらけであると指摘したが、デイリーニュースアナライシスのトゥシャール・ジョーシーは、ランビールとディー・ピカーのコンビを最上級のものと絶賛している。同年10月にはベシャームでチ,チリし、 母にーっと共演している。同作は批評家から告評され、ザヒンドゥーのスバーシカマとは、カプールの恥の伝道と告評している。バルフィ。人生に歌えばプロモーション中のランビールカプール、プリアンガー・チョープラー、バルフィ。人生に歌えばプロモーション中のランビールカプール、アヌラーグバス第18回インド国際児童映画祭、開会式に出席する、ランビールカプール2014年は、 ブートネットリターンズ PK に亀を出演したのみだった。2015年にロイに出演し、同作はサリタタンワールから退屈でうんざりさせられる映画と評されている。同年5月にはアヌラーグカシャップのボンベイベルベットでアヌシカ、シャルマ、カランジョーハルと共演した。ランビールはボクサーを演じており、キャラクターのタポリスタイルは55年夫妻の ジョニー・ウォーカーのキャラクターをモデルにしている。同作は12億ルピーの制作費が投じられ、43億ルピーの興行収入を記録するヒット作となったが、批評家からの評価は分かれた。ビジネススタンダードのリティカ・バティアは、ランビールは従来演じてきた役柄から脱却したと指摘した、上で、彼の描写は深みに欠ける時があると批評している。同作は、ロカルの国際映画祭と トミカは国際ファンタスティック映画祭でも上映された。同年11月にイムティアズアリのタマッシャでディーピカーパードコーンと共演した。ランビールは芸術の道を望みながらエンジニアとして暮らす青年ベイド役を演じている。同作は工業的に失敗し、批評家からの評価も分かれた。ただし、ランビールの演技は絶賛されており、ハリウッドリポーターのリサ・チェリングは カプールはビューティフルキャストであり彼のトレードマークである堂々とした演技と繊細な感情はその役柄に適していると批評している。また、タマ社でフィルムフェア賞最優秀主演団優勝にノミネートされた。2016年にカラン・ジョー・ハルの心、君がくれた歌に出演し失敗作が続いたランビールのキャリアは好転した。 同作は報われない男女の恋を描いた恋愛映画であり、アヌシカ、シャルマ、アイシュワリアーラーアイと共演した。また、2016年のボリウッド映画で最も収益を上げた作品の一つとなった。バラエティ氏のジョーレイドンは、カプールは脆弱性と利己性のバランスを取ろうと努力しているが、いまいましいエラーを起こすことがたびたびあると批評している。また、 フィルムフェア賞最優秀主演団優勝にノミネートされた。2017年にアヌラーグバスのジャガジョススでは共同プロデューサー、主演を務め、ランビールは行方不明のギフを探すティーンエイジャーを演じた。同作の制作は難航し、2014年に撮影が始まったものの数度にわたる脚本の変更や再撮影、共演者で当時交際中だったカトリーーナ・カイフとの 不和が重なり公開日がたびたび延期された。ファーストポストのアンナ・エム・エム・ベティカドはランビールの演技を称賛したが彼をティーンエージャーの学生役にキャスティングした点は批判している。同作は工業的に失敗しランビールはプロダクションの失敗について後悔の念を述べている。2018年にラージク・マール・ヒラーニのサンジュ・サンジュに出演した。同作は サンジャイダットの反省を描いた電気映画であり、ランビールはサンジャイ役を演じた。ランビールは映画が成人伝になることを嫌い、サンジャイの動作を模倣することを避けた。彼は役作りのためサンジャイとの交流を深め、年代ごとのサンジャイを演じるために1ヶ月間かけて肉体改造を施した。ニューデリーテレビジョンのサイバルチャペルジーは、 サンジャイの複雑さをうまく表現できていると述べ、驚くほどの効果的な方法で、彼の人格をキャラクターに内包させていると批評している。ミント氏のウダイバティアは、サンジャイの悪印象にもかかわらず、彼が同情的に描かれている点を批判したが、ランビールの演技を称賛している。同作は、ランビールのスター俳優としての地位を再確立させ、 興業収入58億ルピーを記録するヒット作となった。また彼はフィルムフェア賞最優秀主演団優勝を受賞している。ランビール・カプールとカトリーナ・カイフ・ランビールは両親の結婚生活を通して異性との関係構築の難しさを学んだと語っている。彼は7年生の時に初めて女性と交際したが関係が終わった際にうつ病に悩まされたという。 ぼっちなアえ派生の撮影中の2008年から共演者のディー・ピカー・パード・コーンと交際を始めた。二人の交際はインド国内で大きな注目を集め、メディアからは結婚間近という報道が出るようになったものの、一年後にディー・ピカーとは破局している。ランビールは円満に別れたと語っているが、メディアはランビールの浮気が原因であると報じた。 2015年の時点で二人の関係は修復されており、映画で共演するなど一定の交流がある。ディーピカーと別れて以降、ランビールは自分のプライベートについて公害することを避けるようになった。アジョブ・プレムッキ・ゴザブ・カハに撮影中の2009年に共演者カトリーナ・カイフとの交際が報じられた。 2013年8月にはスペインのビーチでのツーショット写真がスターダスト市でスクープされた。ランビールは交際報道についてコメントすることを避けていたが、2015年にカトリーナとの交際を公式に認めている。しかし、2016年2月には2人が破局したと報じられた。2018年からはブラマストラで共演したアーリアバットと交際を始めた。 マークス・フォー・スポーツのイベントに出席する、ラン・ビール・カプール第十八回インド、国際児童映画祭で取材に応じる、ラン・ビール・カプール、グルザール・ラン・ビールは、フットボール愛好家としても知られており、慈善団体の援助も行っている。彼は、慈善事業の資金調達を目的とした、セレブリティフットボールクラブである、オールスターズフットボールクラブの副キャプテンを務め、二0 1三年三月に、 自動支援を行っている NGO 団体への支援を目的とした試合を開催した。2014年にビマルパレークと共同でムンバイシティ FC の所有権を取得し、同時にジオサーブンのコンテンツプログラミングアドバイザーに就任した。2016年にはドキュメンタリーシリーズガールズウィズ・ゴールズに出演して、ジャール・カンド・シューで活動する女子サッカーチームの優和、 インディアへの支援を呼びかけ、援助資金を集めた。女ジ児ジのエンパワーメントを支援しており、シャバーナー・アーズ・ミーが運営する NGO 団体、ミューン・ウェルフェア・ソサイティの親善大使を務めている。また、環境活動にも関心を持ち、2011年にペップシコが運営するコミュニティ・ウォーター・イニシアティブに活動資金を寄付している。2012年には、 ゾウやアクタルが制作した短編映画に他の著名人と共に出演し、乳がんに関する啓発活動を行った。この他に、インド国内の健康促進運動を展開する、ニューデリーテレビジョンのマークス・フォースポーツのキャンペーン大使も務めている。2013年にイーブのオークションに出品し、最高入札者にはランビールと交流する権利が与えられた。 彼はオークションで得た利益を、ウッタラーカンド州の洪水被害の被災者救援のためにセーブ・ザ・チルドレンに全額寄付している。同年には、インド国立映画開発公社が制作したコマーシャルに、他の著名人と共に出演し、子供の教育に関する啓発活動を行った。2014年には再びイーベのオークションで、ロックスターで使用した衣装を出品し、 収益を洪水被害を受けたジャンムーカシミール州とアッサム州の復興支援のために寄付した。また、2015年4月に発生したネパール地震の被災者支援のための募金活動を主催している。2015年にはモンスーンの時期に活動するムンバイ交通警察のために2000着のレインコートを寄付している。2018年にアーミルカーンのパーニファンデーションと協力し、 マハーラー・アシュトラ州の干ばつ被害を受けた農村の支援活動を行った。インディアンアイドルに出演するランビール・カプール・ボリウッドの名家に生まれたランビールは幼少期からメディアの注目を集めていた。ヒンドースタン・タイムズは彼は常にスター・キットであり誰もが大きな期待を寄せていたと述べている。俳優デビュー作サー・ワリアは 工業的な失敗だったが、インドイコールアジアンニュースサービスは、彼は、ラジャニーティ、ロックスター、バルフィ、人生に歌えば、などの映画で見せた、説得力のある演技によって、映画世界を流星のように駆け上ったと述べている。2013年にダルマプロダクションの最高執行責任者、アプールバメータは、ランビールの商業的可能性について、10本という、 短いキャリアの中で、ランビール・カプールはその映画ビジネスで大きなジャンプを成し遂げましたと評価している。同年には、エコノミック・タイムズから彼の世代の中で最も利益を生み出す俳優と評された。しかし、若さは、向こう水が成功して、以降の出演作は工業的な不振が続くようになった。これは、ランビールの実験的映画への出演により、 彼の商業的な魅力に悪影響が出たためと分析されている。ランビールはインド国内で最も人気があり、かつ著名な人物の一人である。2012年と2013年にフォーブスインディアンが選ぶインディアセレブリティ100でトップ20入りを果たしている。その後の2年間で彼は推定年収9億3250万ルピー、8億5000万ルピーで、 セレブリティ100の第11位にランクインし、インドで最も出演量が高額な俳優の一人になった。また、rediff.com が選ぶボリウッドベストアクターにたびたびランクインしており、2009年に第2位、2011年に第1位、2012年に第3位、2015年に第6位にそれぞれ選ばれている。また、 複数のメディアによって、インドで最も魅力的なセレブリティの一人として取り上げられている。2010年から2015年までの間、ザ・タイムズ・オブ・インディアが選ぶ、最も好ましい男性で、毎年トップ10入りしていた。2009年に、ピープル氏が選ぶ、インドの最もセクシーな男に選出され、2013年には、フィルムフェアが選ぶ、 最もスタイリッシュな若手俳優で第1位にランクインした。同年にはリム化公式記録の People of the Year に選ばれている。2010年にイースタンアイの最もセクシーなアジア人に選ばれ、2011年から2014年にかけてトップ10位を果たした。また、ペプシコーラ、パナソニック、ルノーインディア、レノボ、FC、バルセロナなど、 複数の企業のエンドーサーとなっている。ラジャニーティ記者会見に出席する、ランビールカプール、バルフィ。人生に歌えばプロモーション中のイリアナ・デ・クルーズ、ランビールカプール、プリアンカー・チョープラー。ありがとうございます。